おはようございます。11月7日月曜日の朝です。週末は穏やかな秋晴れでいかがお過ごしだったでしょうか。今週もゆったりと気持ちよく始めていきましょう。では仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして体と床との接地面に気持ちを向けてください。右側と左側を比べてください。頭を左右に傾けてください。ぐいぐいやらず、ある伸びる感じの手前で戻ってください。スムーズに滑らかに転がる範囲で転がしてください。では動きをやめて両膝を立ててください。左膝を両手で抱えるようにして持ってください。ゆっくりと優しく左膝が左側の床に向けて傾いていってゆっくり戻ります。この左足の重さで傾いていってください。どこかの力でやろうとせず、重さを使って傾いていってください。で、戻るときですけれども、戻るときはどこの力、重さを持ち上げるわけですから、どこかの力を使いたくなるんですけれども、できるだけ力に頼らず、体をゆっくり転がしながら戻してください。どこから動き始めましたか？左側に傾いていって戻ろうとするとき、最初に動き出すのはどこでしょうか。右足でしょうか。左足は重いですよね。左足を持ち上げようとしないで、右足が元に戻ろうと少し動くと、股関節、骨盤が動きますね。頭はどうでしょう。頭を軽く天井に向けて転がすことによって、背骨が転がります。何度かこの動きをやってみてください。傾くときは左足の重さで傾いていって、戻るとき右足を立てていって頭を転がしてみてください。そうすると自然と体が転がるでしょうか。どこかにぐっと力が入っていたり、頑張って何とかしようとせずに、この骨格ですね、右足が立っていく、膝が立っていくことによって骨盤が転がって、骨盤丸いですから、この骨盤の丸さに身を預けて、
あとは頭を優しく転がしていってみてください。そうすると力を使った感じにならずに体が起き上がっていくでしょうか。では一旦両手両足を伸ばして体を床に預けてください。右側と左側を比べてください。足の感じ、上半身の感じ、床との接地面はどちらが右左多く床についていますか？どちらの方が力が抜けた感じがするでしょうか？ではもう一度両膝を立てて、今度は右膝を両手で持ってください。でゆっくり優しく右膝を右側に傾けていきます。重さを使って体がどう転がっていくのかを観察しながらゆっくりやってみてください。左のお尻が持ち上がるのはいつでしょうか？頭が転がり始めるのはいつですか？左足の足の裏はできるだけ床につけておいて、でも最終的には体の重さにつられて左足も転がっていきます。で、一旦右側で体を床に預けてください。右側で丸まって、ゆっくり呼吸を2回くらいして、力が抜けたかなと思ったら、さっき転がってきた逆再生で戻ろうとしてみてください。ああ、どうやって転がったか忘れちゃったわっていう方は、一旦戻って。転がる順番をちょっと観察してください。右膝が傾いていくときに、頭はいつ転がり始めますか？骨盤はどのタイミングで転がり始めるでしょう？左足は最後まで立とうとしますけれども、最後に転がりますね。ということは、帰るときは左足から帰っていってください。左足が帰ると骨盤が動き始めます。頭が転がって体も戻ります。できるだけ力を使っている感じが生まれないように、体の骨格、うまく使ってください。この手が膝を抱えていることによって、足の力は抜いたまま、左の肩が動き始めると、この肩が膝を連れてってくれますね。戻ったら休んでくださいね。ああ、力が抜けたなと思ったらまた右に傾いていってください。だらーんと傾いていって、で、傾いたところで休んで、そして逆再生で戻ります。頑張らず、焦らず、
口は軽く開けておいてください。結構頑張って顔がぐっと力が入ることがあります。顔に力が入ると体全体に力が入ってしまいます。顔、口、柔らかく開けておいて、顔の緊張をとって、だらんと転がって、そしてコロンと起き上がります。楽に楽にゆったりと転がってコロンと起き上がってください。では両手両足を伸ばして床に預けてください。呼吸楽にしてください。今日最初に仰向けになった時と今の感じを比べてください。床と体の接地面には何か変化があったでしょうか。頭を左右に傾けてください。はい、では起き上がってください。はい、体を楽に筋肉でガッと動かすのではなくて、この体の仕組み、骨格を使ってゆったりと転がってゆったりと起き上がってみてください。そうすると体全体の力が抜けて、よし今週も頑張るぞという気持ちになればいいですが、ではいってらっしゃい。